コストコホールセールはアメリカ合衆国ワシントン州イサクア日本社を置くホールセールクラブチェーンであるコストコにはアメリカ英語の発音に近いコスコのカタカナ店写があるが香港では日本法人であるコストコホールセールジャパン株式会社の定めた日本語のコストコに統一するコストコのストアコンセプトは 入荷したままのパレットに乗っている商品を大型の倉庫に並べて販売することにより商品管理や陳列にかかるコストや手間を徹底的に抑える倉庫店スタイルである入荷した商品は閉店後の深夜にフォークリフトで店内に運びパレットに乗せたままの状態で販売することが特徴であるまたどの店舗にもフードコートが併設されており 買い物後に持ち帰りも可能な安価な軽食が提供されている。コストコのオリジナルロゴ。会社としては1993年までオリジナルロゴを使用していたが、店舗では1997年まで使用されていた。1983年9月15日に創業者のジェームス・シネガルとジェフリー・ブラッドマンが倉庫型小売店をワシントン州シアトルに開店。 そもそもシネガルはフェドマートとプライスクラブにて、その創業者、ソルプライスに仕えていた。ブラッドマンは小売業の家計に生まれた弁護士だったため、若い頃から小売業に携わっていた。1993年、同スタイルで、ほぼ同規模であった、競合企業をプライスクラブと合併し、社名をプライスコストコに変更。 両社の幹部で経営を行ったが、1994年に、ソルプライスとその息子ロバートプライスが経営から離脱した。ちなみに、両社の合併前、ウォルマーと創業者のサム・ウォルトンは、自社の会員制ウェアハウスチェーンである、サムズ・クラブとコストコの合併を狙っていた。1997年、社名をコストコ・カンパニーに変更。 1999年8月30日、社名をコストコホールセールに変更した。2013年、日本の中部空港倉庫店にオープン前の事前入会者が世界最高の5万人以上を記録した。コストコは2020年12月にケージドエッグを世界的に禁止すると発表した。これはサプライチェーンへの動物の閉じ込めに関する グローバルポリシーを発行した最初のアメリカ小売業者になった。コストコのフィナンシャルプランニング及び投資家向け、広報担当ディレクター、ジョシュ・ダー,アーメンは、刑事のない軽卵への移行を進めており、最終的に100%に到達することを目標に、今後も割合を増やしていくと述べた。2021年7月8日、 現在、世界で810の倉庫店を展開している。世界で一番広い倉庫店は、アメリカ合衆国オレゴン州ヒルスボロにある倉庫店で、ある。なお、世界で、売上1位の倉庫店は、韓国ソウル特別市にある、両祭店である。2021年に、ニュージーランドに、コストコが進出する予定である。2019年8月27日に、 中華人民共和国上廃止にコストコがオープンした。中国発のコストコオープンとなった。典型的なコストコの内装コストコは倉庫店スタイルで展開している。関係上、かつては棚に載せるだけの箱詰めの商品であった。現在では取扱い製品とサービスの枠を広げ、肉、乳製品、海産物、 花といった、生鮮品や服、本、ソフトウェア、掃除機、家電、ソーラーパネル、腕時計、宝石、タイヤ、美術品、ワイン、ホットタブ、家具などを販売している。ほとんどの倉庫店には、薬売り場、補聴器センター、メガネコーナー、フォトセンター、タイヤセンター、ガスステーションがある。コストコの見案書はアメリカで4位を誇る。 会員がコンタクトレンズの購入時には眼科で処方箋を入手する必要がある。アルコール飲料を取り扱う倉庫店の一部は展開するそれぞれの国家や地域における法律や条例による販売規制の都合上別の建物で販売しているところもある。ワシントン州やテキサス州などアメリカの一部の州では種類を販売する際は小売事業者と 種類販売者を別にして販売しないといけない。2006年、コストコは、種類販売に関する手法をめぐり、ワシントン州の規制当局を相手取って、訴訟を起こしたが、コストコが敗訴している。カークランドシグネチャーブランドのボトルウォーター英語、カークランドシグネチャーは、小売業では、自社ブランド、ハウスブランドや、プライベートレーベルで知られているコストコの、プライベートブランドである。 よくコストコのウェブサイトや倉庫店で見受けられる。名前はコストコの創業地で1987年から1996年まで本社があったワシントン州カークランド市から取っている。コストコは1995年カークランドシグネチャーを企業ブランドとすることを発表した。目的は商品の個別化と安値にしながらも高品質を目指すため、 コストコ倉庫店内では、ロードショーと呼ばれる、実演販売やサンプル配布、試食販売のイベントが行われている。ロードショーを行っている従業員は、コストコの社員ではなく、デーモンワールドワイド参加のクラブデモンストレーションサービスズとの契約により、CDS より派遣されている。店舗内外の両方、もしくはどちらか片方の場所に自動販売機が設置されており、 パークランドシグネチャーのミネラルウォーターやお茶などが販売されている。店舗外に設置されているものは非会員、つまり一般のものでも使うことができる。国や地域、店舗によって多少の違いはあるが、概ね書きの内容となっている。一般的なコストコのフードコート、広島倉庫店では、ボールパークタウン事業の一環として屋外に設置されている。 コストコ倉庫店の出口付近には、ピザや、ホットドッグなどの軽食を販売する、会員限定のフードコートがある。様々な商品があるが、中でもドリンクバーが、利用可能なクォーターパウンドのホットドッグが人気である。広島倉庫店では、マズダ・ズーム、ズーム・スタジアム、広島整備事業の一環として、例外的に屋外にフードコートを設置。球場観客の利用を想定し、 会員以外でも同一料金で利用できる。会員以外が利用できるコストコのフードコートは日本初となった。幕張倉庫店のフードコートは屋内から屋外に場所が変更され座席エリアが拡張され倉庫店左右に設置されている。こちらも会員以外の一般者の利用が可能である。 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に伴い、2020年5月から当面の間、幕張、広島両倉庫店ともに、会員のみの利用に限られている。日本法人のコストコホールセールジャパン株式会社は、神奈川県川崎市川崎区池上新町に本社を置く。1999年、福岡県か谷郡久山町に第1号店となる。 久山店を開店。2021年7月時点で30店舗を有する。2020年11月現在のコストコホールセールジャパンの社長は、ケンテリオである。2020年12月に千葉県庁が販売していた木更津倉庫店の隣接地を落札。隣接地にオフィスを建設した上で2022年6月頃に神奈川県川崎市から、 本社機能を移転することを2021年3月に発表した。コストコに併設されているガソリンスタンドは石油元売り系列ではなく無印スタンドである。利用にはコストコ会員証が必要だが支払い方法がマスターカードかコストコプリペードカードに限られるためコストコ会員であっても現金での支払いに対応していない。 食品に限っても、ドリスコール S のイチゴや、カンタロープメロンや、シーアスパラガスなど、外国で有名であるが日本ではあまり見かけない、ブランドや食材を数多く取り揃えている。日本語での発音会社登記された名称に基づき、コストコのカタカナ転写は、コストコである。また一般的に、日本語では、アクセント格を持たない平板型アクセントで、 コストコと発音されている。これに対して、アメリカ英語での発音では、t は無声音で、初めの部分に強制を置いた、カスコー、またはコースコーに近い。日本上陸時に、中国遠洋海運集団が、コスコで、すでに商標登録していたため、あえて、とを加えた、コストコを正式名称とした。日本の店舗計画中の店舗北関東では、 栃木県鹿沼市に2014年度にオープンする予定だったが、2015年度になっても開店せず、計画の変更で2016年に見送りが決定した。2019年9月に栃木県下津賀郡三部町の三部インターチェンジ付近にある区画整理事業地に出店を検討していることが明らかとなった。また、2023年頃のオープンを目指して、 群馬県明和町の国道122号沿いに出店する計画がある。甲信越地方では長野県須坂市の須坂長野東インターチェンジ北側の農地に出店構想がある。実現した場合、長野県内では初めての出店となる。東海地方について2021年7月の時点ですでに3店舗出店しているが2025年までに 三重県に進出した上で、さらに、愛知県内でも中部空高倉庫店と森山倉庫店に加えて、2から3店舗程度出店する意向であることを2021年6月に、コストコ日本支社長のケンテリオが明らかにしている。近畿地方では、大阪府門真市のパナソニック工場跡地に、三井不動産などと共同で建設を予定しており、 2023年頃のオープンを予定している。九州地方では、長崎県諫早市の諫早インターチェンジ近くのミニ誘致にコストコを誘致する運動を市民団体が展開している。沖縄県への進出も検討しており、コストコは南城市の月城インターチェンジ周辺を有力候補地として挙げている。 2021年7月現在の時点で30店舗となっているが、2031年までに全国60店舗までに拡大することを目標としている。なお、出店の目安について、半径1 0トル以内の人口が50万人以上の地域としていることから、空白地帯である新潟市や岡山市、鹿児島市、松山市などが新規出店の有力候補地と、 見られている。物流センター、兵庫県三木市、千葉県市川市と市原市に自社の物流センターを保有している。以下はコストコが禁止、または許可していることであるが、一般的な登録商標の取り扱いと同じであり、コストコが明示しなくても許可、または禁止されている。再販時に、コストコまたは、コストコ商標として使うことは禁止しているが、 商品説明資料に通常の事態で商標を記載することは許されている。誰でもコストコの商品を再販売することも認められている。消費者にとってはコストコの会員登録が不要であることやコストコが遠方にあって来店することが困難な地域でも手軽に商品を入手できることから日本では再販事業者にも一定の需要がある。 オンラインショッピング事業者のサイトでは常時購入できる。コストコの空白地帯となっている地域では、コストコの商品を再販する専門店が存在するほか、中小のスーパーマーケットや食品問屋でも、コストコフェアと称して、販売日を決めた上で実店舗販売することが多い。東京の一部では、店舗と同じ価格で、 コストコの商品を自宅まで届ける買い物代行サービスも存在する。地震によりスロープが崩落したコストコ玉境倉庫店2011年3月11日東北地方太平洋沖地震で東京都町田市の玉境倉庫店は震度5の揺れに見舞われ立体駐車場のスロープが崩落し乗用車3台が下敷きとなり2人が死亡 6人が重軽傷を負った。市内の他の建物に大きな被害がなかったことから、警視庁は設計や施考に問題があったとみて、捜査に乗り出し、2013年3月に構造計算を担当したい石川県野の市市の建築事務所社長、最初に構造計算をした東京都豊島区の設計事務所、社長、工事管理担当だった東京都港区の 建築設計事務所の社長と設計部長を業務上過失致死傷容疑で送検し、同年12月27日に東京地方検察庁立川支部が建築事務所社長のみを在宅起訴した。残る3人は県議不十分で不起訴とした。A は取材に対し私の構造計算は正確。引き継ぎ前の担当者の計算が間違っていたか、 ゼネコンの作り方に問題があったため崩落が起きたと述べた。地震による建物崩落で刑事責任が問われるのは初。同店は2012年2月24日に営業を再開した。2016年2月8日、東京地方裁判所立川支部は A に禁錮8ヶ月、執行猶予2年の判決を下した。後半で東京地方検察庁は 当初、被告の設計ミスによって事故が発生したとの理由で提訴したものの、後半中に設計ミスが存在しないことが判明したため、構造が異なるスロープと店舗建物とのつなぎ目の強度を高める必要があったのに、A が他の建築士にわかるように伝えなかったと素因を変更した。弁護士は A はつなぎ目の強度を高める設計をしており、 設計図通りに施行していれば崩落しなかったと主張し無罪を訴えていた。なお、この一審判決では A を有罪としたものの不起訴になった前任の設計者の方が被告よりも責任が相当大きいと言及し、被告に長期の禁錮刑を科すと処分の均衡を失すると判決文の中で異例の指摘を行っている。同年10月13日の 東京高等裁判所判決では、被告は設計内容を書面で総括責任者らに伝えており、説明義務は果たしていた。むしろ総括責任者らの側に設計内容を確認すべき義務があったとして、A の過失を否定し、逆転無罪となった。東京高等検察庁は10月27日に、適法な上告理由が見出せなかったため、 最高裁判所への上告を断念したと発表し、上告期限である翌二十八日零時に無罪が確定判決となった。刑事裁判では実際に建築を監督した工事管理担当の建築士が不起訴となり、A が他の建築士に設計変更内容を伝達したかのみが争点となったため、なぜ設計図通りに施行されずに欠陥建築が出来上がったのかは、 全く未解明のままであり、A の弁護士は控訴審判決後の会見で、検察は、捜査を尽くさずに、起訴すべき相手を間違えて起訴した。素因変更した段階で捜査をやり直すべきだったと、述べている。その後、東京地方検察庁は、不起訴処分となっていた、設計責任者ら3人の建築士に対して、異例となる再捜査を行ったものの、起訴しても、 後半を維持することが困難と判断し、2017年7月18日に、権議不十分で捜査打ち切りを発表。構造が不適切な建築物が原因で死者が出たにも、かかわらず、原因も判明しないまま、誰も、刑事責任を取らずに捜査が終了する結果となった。ありがとうございます。